時は天明8年、徳川幕府による太平の世。真の武士道は忘れ去られんとしていた。その歴史の陰で異形の者がうごめき始める。魔界からの侵略に立ち向かう者がある。その魂、強くたくましく、あえて修羅の道に挑もうとしていた。人々は彼らのことを侍とあざなした。ひたむきに己の道を行くその生き様を侍スピリッツと呼ぶ。
ませんわ。
切れ。ひったきかせんわ。ひったきかせんわ。